皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、マタイの13章の1節から9節をお読みします。お読みします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。実を種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。アメン。皆さんですね、よく知っている種まきの例えです。当時のですね、農夫は種をまくとき、まず大まかにですね、種をまいて、それから耕したそうです。ですからいろんなところにですね、種が実際にですね、まかれて飛んでいったようなんですね。種は何を表しているか、御言葉であって、また福音です。そしてこの地というのは、私たち一人一人の人々の心のことを言っています。御言葉には力があって、御言葉には命があります。でも同じその御言葉が語られていても、私たちの心の状況ね、まかれる人によってはですね、それが祝福になるしね、ある人にとってはそれは全く意味のないものになってしまうと言うんですね。どのような心で、どのような土地で、どのような心でその御言葉を受け取るかが大切だということを言うんですね。道端に落ちたと言います。種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。道端はどのような場所か、もうですね、足で踏み固められね、そこにはですね、まいても固められているので、そこに種が定着することができない。そのためにですね、芽が出ることができないわけなんですね。心が固くて御言葉を受け入れようとしない心で、御言葉を聞いたとしても自分には関係ないよ、ね、それだとですね、御言葉を聞いたとしても無駄なんですよ。その種は成長することができず、鳥が来て食べてしまう。私たちにとって御言葉が無駄なものになってしまうと言うんですね。次の土地、土の薄い石地、別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。もうですね、この岩地の上に少し土があったので芽を出すことはできたんですね。イエス様を信じてですね、福音を信じて歩み始めることができた。クリスチャンとして歩もうとした。でもですね、根が張っていなかったので枯れてしまったとあります。福音を信じても根を張っていないので、ね、困難だったり、ね、迫害に遭うと信仰から離れてしまう、ね、人生の困難にぶつかった時に神様に対して忠実で居続けることができなくなってしまう、そのような心なんですね。ある面、熱しやすく冷めやすい、ね、根がないから枯れてしまう。困難が来るとですね、やめてしまう、そのような心なんですね。何か福音の良いところだけ、で祝福っていうことだけ、そこに食いついてですね、でもこの道を歩んでいく、神様を愛していく中で、私たちが払うべき犠牲だったり、神様に仕えるっていう中では、今まで持っていたものでも捨てないといけないものがあるかもしれない。何かですね、神様のもちろん大きな祝福があるんだけど、何か良いところだけ、美味しいところだけをもらおうとする、そのような心では、私たちの心に根が張ることができない。で、何か良いところだけ、美味しいところだけ取ろう、それじゃあですね、困難が来た時に私たちはそこから、いや、その人はそこから離れてしまうんですね。で、表面的には柔らかく、良いところだけは受けよう、
でも自分の中の内側にですね、でこの領域は私の領域です、ね、神様に従う領域じゃない、そのように固い心を内側に持っていてしまう人かもしれません。御言葉に対してですね、自分自身を御言葉に合わせることをすることができない人、ね、自分を御言葉に合わせるんじゃなくて御言葉の良いところだけ、ね、自分が取りたいところだけをピックして取ってしまう、そのような心なのではないでしょうか。次はですね、茨の地です。別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。同じくですね、ここもこのような土地の人も福音を信じたんですね。そして、まあ、そこには土があったから、まあ、成長することがある程度はできた。でもですね、茨も一緒に育って茨が覆ってしまって、それ以上成長することができなくなってしまった。それはですね、クリスチャンになってもやがて世のことに心が奪われてしまって信仰から離れてしまう。で、世のことでですね、世の中のことで心がいっぱいになってしまう。神様のことよりもですね、世の中のことで心がいっぱいになってしまってですね、もうそのことが邪魔して神様にフォーカスすることができなくなってしまう、ずれてしまう、そのような人のことなんですね。世の中のことでいっぱいになると、ね、茨の中にそのですね、種が、そのですね、植物がなることができなくなったようにですね、茨の中に埋もれてしまった、世の中のことに埋もれて信仰を失ってしまう、そのようなことです。そして最後の地、これは良い地です。別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。そのように言います。福音を信じて深く理解して御言葉に従って歩もうと生活する人なんです。で、御言葉をですね、受け取って自分の心を柔らかくして、ね、御言葉を御言葉であるから、福音が福音であるから、自分はそれを信じよう、それを受け取ろう、その通りに生きようと自分を変えようとする、自分を柔らかくする、そのような心の人、その人はですね、100倍、60倍、30倍に実を結ぶことができると言います。皆さん、今日ですね、自分の心は今どんな心だろうかということを考えてみてほしいなと思うんですね。種に命があるように、御言葉には命があります。そしてこの命は私たちを祝福し生かすものなんですね。でも、どのような土地に私たちがなるかが大切です。土地はですね、耕し雑草を取ること、肥料を与えることで良い地になることができます。今皆さんがですね、ああ自分はちょっと岩地のようだ、いや茨があるかもしれない、そのように思ったとしてもですね、土壌改良することができるんです。御言葉に対して心を開く良い土地、良い心になりましょう。自分で握ってるもの、手を離せないな、手放せないなって思うことが時にあるんですね。でも神様の前に祈り、御言葉に向き合うことができるように、御言葉を心の底から信じ行うことができるように助けてください、そのように神様に祈ってください。私たちの人生が変えられ、霊的な成長をすることができるかどうか、祝福を受け取ることができるかどうか、それは神の言葉に応答するかどうかによるんです。そしてその応答は一回応答する応答ではなくて、長期的にずっと応答し続ける中で私たちの人生が変えられ、そして祝福を30倍、60倍、100倍の祝福を受けることができるようになるんです。皆さんの心が良い地にされて、本当にこの神様からの30倍、60倍、100倍の祝福が受けることができるようにお祈りしてます。一言お祈りします。天の神様、ありがとうございます。私たちの心を取り扱ってください。私たちの心を柔らかくし良い地にしてくださいますように。私たちが御言葉を聞いた時にそれを真剣に受け止め、御言葉を御言葉であるからとして行うものとされていくことができるように助けてください。そして神様、あなたにある祝福、30倍、60倍、100倍の祝福を受けることができるように助けてください。
感謝し期待し愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。神様の祝福がありますようにお祈りします。 God bless you.